Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25 分。メートル間隔ぐらいに桜の木がですね、両側に植えられてまして、すごいです。はい、封して。封はあなたがしなさい。はい、封して。私はまあ70年代アイドルか。流れ川の桜の並木を歩いております。遠くの方ではラジオが流れておりまして。これは RKB ラジオの西田貴則さんの声だなっていうふうに、あ、よかった聞けて安心でございます。だから今私たちシーンとしたんですね。いや、そうそう、一旦こう一瞬シーンとしてですね。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間、拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩についていってみましょう。Tokyo Music Lab Music Trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know.Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. おはようございます。坂口拓司です。おともします。勝木香菜です。今日は浮橋浮屋町流れ川の桜並木に来ております。はい。この番組はリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし、8つのなしで番組を作っておりますけれども、はい、いわゆる日本撮りというやつでございます。日本撮りです。大人の地。ね、事情で、はいはい、流れ川のですね、桜の並木の途中にあります流れ川橋、はい、コンクリート製の橋のところに、うん、私たちは今います。昭和45年8月に竣工されました。うん、その左側には、石碑がありまして、尊道の開設記念の碑というふうにここに建てられているということは、流れ川の、桜の並木っていうのは昭和の一桁、うん、7年ぐらいにおそらくは植樹されたものが今ある。そうでしょうね。大変太いソメイヨシノ桜の木です、はい、幹回りが1メーター以上はあると思いますね、はい、こんなに太い桜の木あんまり私見たことないんですよ。そうですよね、うん、浮橋っていうのは桜の名所たくさんあるんですけれども、浮橋の稲荷神社とか、うん、古川の水辺公園とか、はい、若宮八幡とか、吉井の温泉とかですね、それから吉井の百年公園とかいろいろ名所がある中で、はいはいはい、ここが一番だろうというふうに勧められた流れ川の桜の並木です。はい、小瀬川という大きな川がありまして、その左岸、上流から見た場合は左側の、岸のところに遊歩道が設けられてまして、川それから河川敷土手、うん、そして土手の左側は菜の花が植えられててビニールハウスとか果樹園、これは枝で判断しますとブドウの畑、わかります、うん、あそこほら横にふわっと張ってるじゃないですか。本当だ、ほとんどがねブドウの畑、その、間にこういうゆとりのスペースがあるわけですか。いや素晴らしい、いいですね。もう2週目ですけども、ね、本当ですね。急遽もう2週取ろうかって。そうそうそう、
話が出来上がりましてですね、思ったよりもやっぱ桜並木長いですね。2キロぐらいあるんじゃないですかねこれね。いやでも先週ここ並木の最後は行き止まりだって言って、はいはいはい、その行き止まりをまあ見てみたい気持ちにもなってます今そうですね、はい、で護岸工事もここはまだ進められておりませんで、うん、先週分は進められている途中だったんですけども、はい、まだね土の、河川敷それから土の護岸で何でしょうかね、セイタカワダチソウのようなカヤのようななんか植物が枯れた植物が生えてますけれども、はい、いいですね、いいですね、こういうところね乳母車をして、うん、お母さんが散歩したらねくつろげると思います。日常的なストレスも、ねえー、流れていくんじゃないでしょうか、うん、でね歩いてましたらこう風がそよそよっていう風に来まして、ね、はい、頬を撫でまして、あら、それもまた何とも言えずいいですね。なんか日常のね、嫌なことをここにこう置いて帰れそうな感じです。そうですね、なんだかやっぱ春のせいでしょうか、はい、坂口さん、え、描写がキュンです。キュンです何をね、年寄りをからかうんじゃないっていう、はい、ソメイヨシノの並木道が出来上がっております。はい、花見っていうのはですね、昔はなんていうか、貴族の文化として、はい、梅の花見がね、奈良から宮廷で行われてましたが、平安になると桜に変わるわけですよね、うん、大陸中国の模倣から切り替わって、まあ、独自の文化歩み始めるわけですけれども、はい、農家の方もですね、春山行きというイベントが昔はありまして、へ、桜の咲く頃に村人総出で、はい、飲み物食べ物を携えてですね、花の下に集って秋の豊作を願ったわけです。桜の咲き方によって、まあ、稲の出来も占うようなこともあったっていうふうに聞きます。楽しそうです ね、 ね、だからここは平野が広がってますけれども、その昔はね農家の方が集まって、まあ、ね、放火抗議したんじゃないでしょうかね。いやそうですよね、出会いの場にもなってたと思いますよ。あそこのお嬢さんは気立てがいいとかね、あそういう働き者だとか、あららららら見染められてね、縁談が決まったりしたんじゃないでしょうか。なんか早くねこうみんなでこう桜の下で集まってっていうようなことができるような時期にねなってほしいなとは思いますけど、ね、歩きながら喋っております。はい、5メートル間隔ぐらいに桜の木がですね、うん、両側に植えられてまして、すごいですよ。で驚きなのはこういったところはだいたい街灯がつくんですけども、街灯がないんですね。ないですね、そうですよ。これ夜桜見物の時にはお祭りの時にはおそらくはそういうライティングっていうのはされると思うんですけども、ね、今年もなさそうですね。ね、残念なことですけれども、新型コロナウイルスがなければねここはまあいい名所になってたんじゃないかなと思います。はい、今日は、浮山市の流れ川の桜の並木を歩いております。はい、拓司さん待って、はいはい、待って、え、何ですか、待って、あ、出た、これタンポポですか、腰痛くなりますよ、腰曲げて、はい、はい、ふうして、ふうはあなたがしなさいはい、ふうしてマスクしてますからね、一応拓司さん、ふうして私はな70年代アイドルか70年代のアイドルはね、タンポポの綿を飛ばしてもらいました。そうそう、ね、平凡とか明星とか、ね、はい、グラビアとかね、だいたいそう、水着のグラビアじゃなくって、はいはい、なんかこうタンポポを飛ばすような感じだった、清純な感じでね、健康的な、そうなんですよ。そうです、知らないでしょうね、あなたはね、知らない、久しぶりでしょ、タンポポの綿を封したのびっくりしましたね60過ぎてこういうことをやらされるとは。ちなみに私の実年齢61歳でございます。あら、そうですか、一つ増えましたんでね、一つ増えましたか、はい、おめでとうございます。まあ、今年もなんかこう桜を見る季節がやってきて、はい、桜をもうめでるその幸せみたいなのを噛み締めておりますけどね。そうですね、昔ね花を見て泣くとかですね、涙ぐむなってことはなかったんですけど、ちょっとだけなんかこう分かるような年代になってきましたね。そうです、うわ、ここは満開だよ、これいいですね、ここ、まあ、日差し日光の当たり方で、そうですね、同じ、まあ、エリアで同じようなところに咲いてるんですけれども、
ちょっと咲き具合が変わるっていうのは面白いですね。面白いですね。やっぱりあの土手にこう桜の木が生えてるから、はい、川水面の方にこう枝がこう流れていくようにこう伸びてるじゃないですか。いいじゃないですかここね。ね、ここすごい綺麗ですね。だから河川敷で、まあ、お弁当開いて食べて、はい、ちょっと眠たくなって横になったら、もうちょっと目の前にもう桜の花が、あ、もうしだれ桜みたいにこう、そう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 ですよ、なってますよ。これしだれ桜じゃないんですけど。じゃないですよね。うん、偶然でしょうね。すごい。はあ。植栽の仕方にね、確かに工夫もあるのかもしれませんが、はい、はい、流川の桜の並木を歩いております。遠くの方ではラジオが流れておりましてこれは RKB ラジオの西田貴則さんの声だなっていうふうに、あ、よかった聞けて安心でございます。だから今私たちシーンとしたんですね。いや、そうそう、一瞬シーンとしてですね。これでもありがたいですよ、見てください、ね、農家さんはネットのところに RKB ラジオってこうね、私たちの声を聞いて引っ掛けて、ぶどうがね美味しく育つわけですよ。あら、もうあれですね、まだ今期のブドウのお世話をもうやってらっしゃるって、うん、素晴らしいですね。すごい。菜の花もね、これあのいわゆるスーパーマーケットで売られている、食べる方のね、うん、専門の菜の花ではなくて、うん、自然にこう、育っている菜の花ですから、ちょっと具合も違う。うわ、菜の花が群生してますよ。綺麗ですね。誰の手も加わってない感じで、高圧の、電線がこう、はい、渡されているその下に、はあ。菜の花食べました今年。あ、食べました。あ、はい、おひたしですか。おひたしですね。美味しいですよね。あのからしにも合いますしね。大人の食べ物ですね。まあ、お酒は進むということ。いいな。うわ、湖西川の左岸の桜並木を歩いてきましたけれども、はい、行き止まりになりました。はい、急に本当に行き止まりですね。行き止まるよっていうふうに言われたんですよ。たら、いや本当そうですね、行き止まりというかもう崖ですよ急に。あ、そうですね、川の交差の地点になってますから、あ、すごい、はい、これもまた一興ですよね。ここ良くないですか。はあ、ねえ、そうですよね。あ、私が戦国武将だったらこの角あたりにあのこれが堀だとしたら、はい、お城作ったらいいのになとか見晴らしがいいんで ね、綺麗。まあおよそ2キロ弱ぐらいの、はい、桜の並木を歩いてき、ました。はい、はい、いい感じだったと思います。まあ、これからね満開を迎えるんですけれども、一日も長くですねこの桜めでられたらいいなというふうに思います。うん、昭和のだから7年ぐらいに、うん、村の道ができたことで、はい、植樹されただろうという推測ができる石碑がありました。うん、まああれはねここに来ないと、そうですね、うん、わからない話でしたね。うん、どなたもおそらくは、まあ、古老ではないと、ご存じないようなことが現地に入りましたらわかるようになっております。行き止まりから U ターンしまして、元の道を、戻ろうと思います。これ何の声かわかりますか。ひばりですね。さすが、ひばりですよねまだ小さな、だから幼いひばりですよね。一生懸命鳴きながら飛ぶ練習をしてるっていうことでしょうね。春だな。春ですね。遠くの方に聞こえますね、野鳥のさえずりですね。うん、まあなかなかこう、うん、音楽もかかってないとか、水音がそばにあるとかいう環境に来ることは少なくなりましたけれども、はい、まだまだねちょっと車で足を伸ばせばこういうところはあるっていうんでいいんじゃないですか。穏やかになりますね、気持ちが。今日は浮橋の浮屋町の、
流れ川というところに、はい、来ました。先週に続いてですね、で実は2週まとめ寄りという、はい、大人の事情がありますの でさもエンディングかのような雰囲気になってますが、はい、まだ終われません。まだ終われません。これつなぎのしゃべりをしております。はい、一雨ごとにですね、まあ、暖かな春が近づいているという、季節の移ろいもわかる、まあ、桜の季節です。美しい日本ならではのこれは季節です。ソメイヨシノの開花からはですね、雨が非常に皆さん気になるようになりますよね。桜を咲かせてくれた春雨ですけれども、はい、一旦花が咲いてしまうと今度は春雨が花を散らしてしまう、気にもなります。そうですね、はい。私うろ覚えですから間違ってたらごめんなさい素直、春雨は痛くなふりそう桜花未だ見なくに散らまくおしもっていう万葉集の、はい、これ春雨、激しく降らないでください。まだ桜の花を、見ていないのに散ってしまったら惜しいっていうような確か意味だったと思います。うろ覚えですんで、うろ覚えですんで間違ってたらごめんなさい。すごい、でも今空でスーッとそれが出てくるんですね。一応ね、素晴らしい。いやいや昔はね、強制的に覚えさせられたんですよ。百人一首みたいなものですか。いや、まあそれに近いもんですね。国語の先生が厳しくてね。ほう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 。うん、そうですよ。桜の話で言えば、はい、私の父はもう死んでますし、母も死んでますけども、父が死ぬ間際にですね、はいはい、桜の花を見て、うん、バンダの桜っていう軍歌を歌い始めて、それは後からチェックしたらノーミスでしたね。だからティーンエイジャーの頃に、だから旧制中学の頃に、自分で多分歌を覚えたんだと思うんですけども、はいはい、それがねなんかもう半分認知症になってるのに、はい、ポッと口をついて花を見た瞬間に出るっていう、すごいですね。だからすごいですね。詰め込みの教育とか強制的に覚えさせられたのかどうか分かんないですけど、そういうのは深いところの記憶にあって、ぼんやりもうなんか前後不覚みたいな感じになっても言葉は出てくるっていう、そのすごさみたいなものを体験した思い出、今思い出してしまいました。なんかね、いろいろ節目に咲く花だから、桜の花はね、いろんな記憶が結びつきますね。なんかあります？桜の思い出。桜の思い出ね、私は田川の河原町というところに住んで実家があるんです。一の竹、二の竹、三の竹っていう、そうです、野猿がいるね、はい、ところですよね。で、我が家から、うん、毎年、お花見に行く場所が、はい、都の方に行くんですよ。勝山の方に行って、はい、七曲りっていう、なんかくねくねこう山を登っていく道があるんです。つづら折りのところ、はいはい、そこで毎年お花見してバーベキューしてたっていうのが、バーベキューか、もうそういう年代ですか。バーベキューしてました。そうですね、私今思い出したのはね、父と母が共稼ぎだったんで、私の面倒、はい、私は鍵っ子だったんですけども、はい、入学式の時にまだソメイヨシノが咲くような時頃で、はいはい、今みたいに温暖化の影響で3月じゃなくて4月に咲くような時期で、私の、付き添いだけが祖母で、あとは若い綺麗なお母さんで、そういうなんか記憶、鼻の奥がツンとするような、いつもなんか保護者会も祖母だったんで、なんかそういう切ない記憶と結びつきますね。あ、そうか、なんでこんなにネクラなんだろうと桜の花見ながらと思いますけど、そうですね、楽しい思い出をそうそう、なんかねこう結構深いところにありますね、記憶のですね、あ、なるほど。どこなんですか。飯塚が地元ですよね。そうですよね、勝森公園とかですか。勝森公園はねちょっと放送じゃ言いにくい記憶もありましてはあ、はあ、そうですね、勝森公園もお花見に行って、あ、行きました行きました、ね、咲きますもんね、うん、そう、はい、何したんですか。よくわからないんですけどねなんでそんなに、私父親と共に、私みたいに活発な部分がありますからね、父親と私2人で勝森公園に花見に行ったはずなのに、うん、はいはい、なぜか途中で車になんか綺麗な女の人が乗ってきて
なんかその綺麗な女の人が作ってくれたものすごく美味しいお弁当を、幼少の頃食べてまた家にも戻ったっていう。お父さん軍歌歌っとる場合やないですよ。お父さん何をしてらっしゃるんですか。そういう時代もありましたですね。へえ。まあ勝森公園って飯塚のね、あの中心でしたから、うん、子供たちの。そうですよね。動物もいっぱいいましたし、そういう植物も、植えられているいい環境のところだったんですけどもね。いや、ここの流れ川は何がいいって、やっぱりこう密集してこう桜を見ることができるっていうのはなかなかないですよね。なかなかないね、うん、それからその町の真ん中からちょっと離れたところにあるっていうのがいいかもしれませんね、はい。それからこの前と去年、確かお伝えした、イチョウの集中的に植えられているところと同じように、はいはいはい、まだ完全に観光地化されてないと思いますので、うん、まあね、新型コロナがまだ心配な時期ですけれども、うん、3密に気をつけてお楽しみいただくのはこの流れ川よろしいんじゃないでしょうか。そうですね、はい。遠くは箕面連山が見えますか。綺麗ですね、やっぱり箕面連山も、うん、ね。山里にも近いということで、食べるものも帰りはこれはね、見物の前後は楽しみなんじゃないでしょうか。ハラズル温泉なんかも近いですよ。そうでしたね、はい、行きたいっていう風にここに来る途中思いましたね、はい、温泉も行ってないしね本当ですよね、漁港も行ってないんでね、うん、なんかもう開放的な気持ちになりたいですね、うん。流れ川の今日は桜並木行き止まりまで行きまして U ターンして戻ってきております。はい、はい、まだもうちょっとありますまだもうちょっともうちょっとありますか。そうですか。ソメイヨシノ、樹齢はだいたい寿命は60年から70年というふうに言われてますが、はい、栽培品種も次はもう考えられてまして、うん、先週ちらっとお伝えしましたけれども、ソメイヨシノはテングス病という病気などに弱くて、はい、テングス病にかかっちゃうともうみんな一斉に枯れたりもしますので、その次の品種っていうのはもう考えられてて、大体の品種ですよね。平成21年の2009年からもソメイヨシノはなるべく販売しないようにしましょうっていうふうに、はい、進められてまして、植え替えは神代アケボノという品種が進められてます。神代アケボノ、平成3年1991年に新たな栽培品種として認められました。テングス病にも強くて、ソメイヨシノと開花の時期もほぼ同じ、樹高はわずかに低いということで、それに間もなく植え替えられ始めるということです。はい、はい、ということで、はい、今日歩数は1857歩、はい、はい、距離にして 1.21、1.21、今日は伸びましたね、はい、伸びましたね、うん、カロリー 69.9 キロカロリーです、はい、そういうことですか。だからゆっくり歩いたらまあ1時間弱ぐらいで、そうですね、行ける散歩のコースなんじゃないでしょうか、はい、ね、川の様子とかもう、途中からあの護岸の具合が変わりますからね、うん、その変化も楽しみながらぜひお越しいただきたいと思います。タクジーと歩く25分、今日は浮橋浮浜町、流れ川からお送りしました。今週はこの辺で。タクジと歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Thank you.
Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.